閣議決定、閣議決定とマスコミも役にも乗るんだけど、うん、私3回も大臣をやっててですね、閣議決定がどれほど空想なものか、この番組でしっかり申し上げたいと思う。うん、あれはですね、閣僚が17人の円卓にいます、ええ。書類が回ってきます。官房副長官が書類持ってくる。みんな自分のところ関係ないとも全部顔、サイン、する。タッタッタッと回す。早く閣議が始まります。予算委員会始まります。早くしろ。で、終わると私が、例えば、外務大臣の時に、隣にいる建設大臣に、今の何ですかと。お宅の役所のでしょって。知らないよ。早くサインして回して回して。そういうふうな状態で、なぜ署名するか、しなかったら、その中身をよく知らない。知ってるのは総理もどこまで知ってるかわかりませんよ。だけども、とにかく全部知ってるのは各省庁には事務次官ですよ。うん、それをみんな、ただ、ほんと、あっという間に顔なんて自分の顔を描くななんてバカもいるんですからね。そういう顔って描けるかね、大丈夫でしょうかね、うん、従いまして、うん、そういうことで決められて嫌だったら何するかって辞表を出すことなんですよ、うん、ところが議員になったら末は1回ぐらい1日でも大臣になりでえなんて言って1日でもいいの、な1日でも1日2日で辞めてるようなクビになったらいっぱいいるじゃないですか、うんね、でも一応やったらここさんになるから、そう なりゃいいってもんじゃないんですよね、うん、だけどもやっぱりなりたいと。で例えばですね、今年の1月のことですけど、黒川って人のね、はい、検事長ですけど、はい、定年延ばすというのは閣議決定なんですよ、今年の1月。それもガーって回ってきた中で、なんか分かんないけど、書いた、それはもうルールで決まってたんだけど、それの解釈を変えたと総理大臣は言ってますけど、はいはい、あれ、閣議決定で変えたと言ってるんですよ、はい、黒川の定年延長は。はい、あなんかもうみんな、ほとんど知らないわけね。知らない、八百長、だから私の閣議決定なるものはね、うん、もっとだから逆に言えば、大臣を、拝命受けるときに、まあ、陛下の前に最後は行くんですけれどね、うん、その時にどんな省庁か、自分の問題意識はこうだけどこれでいいのかって総理と話を詰めなきゃダメですよ、うん、言われたらありがたいやぶしいみたいなこと言っちゃってね、それでなるから F35 だってこんなにあったら102機も105機か買うこと追加購入について閣議決定って、うん、F35 って何だべみたいな話でしょ、うん、それを金閣玉城のように国民の前に言って役人も見たことないしマスコミの中入ったことないですから入れませんから閣議室にはね。